なんか水の真ん中になんか浮かんどるよね。あれ何、猫社員か。いけるかな、あそこまで。全然届いてない気がするんやけど。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで、目覚めをギガベル、次ね、40個必要なんよね。やばくない40個も必要とか、やばすぎん。ちょっとめっちゃコイン拾ってくるよりやん超絶コイン拾ってくるよりやん。ごめんね、ちょっと君のね、君の子供を見つけてあげたいんだけども、見つけてあげたいんだけどもういないんすよ。この辺雪払えたりとかせんのかそういうのはないんか。いや、あそこにね、一匹おるのは見えるんやけど、どうやって連れてくるんだっていうね、そういう感じなんすよ。連れてこれんくね、ちょっと難しいなちょっと難しいな。ってことで、ちょっと別のとこ行こう。よっ、へいへい、別の島に連れてってくださいまし。よっ、さあどこに行くかな。これじゃない。近くで言うと、あれ、逆襲猫プンプンってなんだ。逆襲猫プンプンっていうのがあるんやけど、もしかして同じ場所でなんかパターンある。あれ、猫プンプンどこやった。ここよね。え、ここか。もう一回行けばいいんかな。逆襲猫プンプン、でてて。お、どうやって中に入るとこあったんやっけ。プレッシーや、プレッシーや。ちょっともうちょいこっちの方に来てくれないですかね。なんでそんなとこにいるんだい。これ前追いかけたやつよね。入れる場所、入れる場所。え、なくね待って、入れる場所とかなくね。ここから入るか。ちょっと待ってね。はい、お願いします。ファイヤーフラワー。おお、めっちゃ伸びた超伸びた。なんで最後までいかねえんだ。うわあ危ない危ない、消えるのめっちゃ早いね。よし、これで。で、また中に行けばいいの。お、来るぞ来るぞ。まさかのまさかの逆襲猫プンプン。よし、いいぞいいぞ。この子はプンプンという名前だったのね。かわいい猫耳と猫の尻尾が。違うよ、こいつだよイエーイ、やったねー。2回も同じことしてもらえるとかめっちゃいいやん。逆襲猫プンプン。よし、これでこの島、完成。まあ、全然完成してない島いっぱいあるんやけどね。待って、今さ、かけらがあるの見つけたよ。どこだ？なんかね、え、どこ？あ、あれ。あ、違う、あれ、取っとるやつやん。取ってた。取ってました。ってことは、どこから出たらいいんだ？こっか？こ。あ、猫になれってことか。はい。たたたたたたた。こんなとこあったっけ？なんか知らんところに出てきたけど、お、また猫じゃねえか。ここなんかありそう？
普通に登るところか。よいしょ。あとは別に何もなさげ。ここさ、あれやんね、かけらあと1個なんよね。ないんすか？ないんすか？ちょっと見回すけど、くっ、見えねえ。なんかさ、こうちょっと近くに、ないな。私がこう覗き込んでもね、画面切り替えかったら全然見えんのやけど、ないね。上からとか見えるかな。ここで灯台からちょっとお知らせです。アミーボが使えます。左を押しながらアミーボをタッチするとアイテムがもらえたり何か変化が起こります。詳しくはプラスメニューヘルプをご覧ください。あ、降りた。降りた降りた。ちょっと待って、なんかそろそろクッパがやってきそうな気がするな。ね、気配が。てい、お、またしても猫だね。あー、来そう来そう。危険だよ、危険危険。いやー、ないな、全くないな。待って、破壊してもらうところに行きたいんだけど、まだ多分ね、一回もね、狙ったところ破壊してもらってないよね。たまたま破壊されたところはあるかもしれんけど、絶対ああいう破壊せんといかんところにもあるんじゃないかと思う。いやー、危険すぎん、ちょっと。危険すぎん、ちょっと。あ、待って、私陸地に降り立ちたい。やばいやばいやばい。ちょいさちょいさ、あの、待ってくれ。怖い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 。あ、これやん。はい、ここ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 を狙って。どこ？お、なんか逃げい、なんかあるよ。これ危険じゃね、大丈夫？めっちゃ危険じゃね。やったー、イエーイ、島々を見下ろしてゲット。なんか今体力微妙に減った。なんで？なんかめっちゃ微妙に減ったんやけど、なんかあったのか。ふう、とりあえずここで1個ゲットできた。めっちゃ取れきたんですけど。超取れきたんですけど。あ、なるほど、あれか。クッパが出とる間は鳥たちは全場所から逃げるってこと？なるほど、偉いね。危険を察知して。これで、ね、あれなんかない？なんか水の真ん中になんか浮かんどるよね。あれ何？猫社員か？いけるかな、あそこまで。全然届いてない気がするんやけど。ま、あれあれやん、ベルやん。何？なんか水中走ったよ。どういう状態？どういう状態？とりあえずこれって、なるほどね、直接的に猫社員があるだけじゃなくって、猫社員に続く道が出てきたりとかするわけやね。ほうほうほう。全然灯台開放できてないやん、この辺。てか自分がね、マップのどの辺におるんかとか全然把握できてないんやけど。まあ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 。あのウサギをさ、ゲットできてないかな。めっちゃ光りよんよね、なんか。ね、なんか超絶光りよんやけど、ゲットできてないということなんだろうか。
今あとちょっとだった。あ、おいし。あ、別の子。南のウサギを捕まえて。もしかして東西南北ある？とりあえず光を売るウサギはまだ捕まえてないっていう風に解釈したんでいいんかな。ここは一体どこなんだろうか。なんか今くるって回ったよ、あそこ。関係ないかな、別に。よっ。はあ。違う、写真ではなく、ちょっと下ろして。くるって回転した、なんか。あ、この中にあるやん。ふぅ。これで全部じゃない、ここの。やったね。ネクシャインチップを5枚集めろ。ふぅ。最後の1枚のやつ。多分ね、最後の1枚で放置してるとこいっぱいあると思うよね、見つからずに。さあ、出してくれ。でも意外と順調に集まりよるかな。もう4枚集まったし。よき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 。で、あと解放され、ここも全然解放されてないな。全く持って帰る。なに？木とかも破壊できるん？やばいやん。超環境破壊。めっちゃくちゃ環境破壊。で、ここは熱線か。熱線で発掘猫社員。ってことは、この辺とかに猫社員が隠されとるってことかな。じゃあ次。まだ、微塵も現れる気配はないかな。次のクッパ、次現れる時には、あ、すぐそこにいるじゃねえの。ってことは次はね、ちょっとここを焼き払ってもらおうと思うよ。この子たちは全然何も関係ないんかな。すごい気になる。びっくりした。何の影かと思った。プレッシーか。ビビらすなよ、おい。いいよ。んここは熱線で発掘と、あのかけらの2つ以外は関係なさそうかな。2つっていうか1つなんかな。もしかして熱線で焼いたところにかけらがあって、それでクリアーみたいなことかな。そこのは、いいよ。あ、なんかどんどん私クッパに近づいていきよる気がする。これ回したやつやっけ、私。回したような気がしな、あ、そっか、あの上にあったんよね。猫社員が。お、ちょっと雲行きが怪しくなってきた。待って。熱線で発掘するから。発掘してもらうの方が近いかな。まがまがしい空気が。え、てか、あれか。どこに行ったかと思ったよ。さあ、来れるもんなら来いよ。この近くはもう、ないんかな。あ、でもあそこ解放されてない。あっこもあれか。多分、かけらのやつじゃないかな。おそらく。違うか？あ、来そう。めっちゃなんか雨に濡れまくりよるけど。よし、来い。ここだ。私はここ。いや、怖い。めっちゃ怖いんですけど。ね、熱線を。払われた私。お、あった。あ、直接的にあったね。熱線で発掘猫社員。あ、てか、かけらじゃなかったや。普通に猫社員の数やったね、この島の。あ、また体力ちょっと減った。猫社員集めたら体力減りよるってこと？ちょっと、めっちゃ今更ながら。え、てか、帰りよるし。全部集まったよってことかな。
え、私ここまでさ25個集めてきて、めちゃくちゃ今更なんやけど、猫社員集めたらクッパにダメージ与えれるの？だから戦闘に突入した時半分も体力なかったりとかしたってこと？今初めて知ったよ私。マジ今私初めて知ったんだけど。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。